いらっしゃいませ。コスプレ体験受付です。好きなジャンルは何ですかいいですよね。僕も好きです。その作品。あ、いつもの交換もやってます。ど、どうですか 夏のの新作のこの衣装。仲間に本職の方がいて細部までバッチリですよここの裏地とかあっごごめんなさい夏の浜辺で遊ぶだな,なんて自分で自分が驚きです。 ギルドや学園のみんなそして君のおかげです目線を向けてポーズを決めてはいどうぞ何か騒がしくありませんかえっ夏のトラブル僕も行きます。 レスキューバディの名にかけてコスプレはなりきってこそだと思うのでこのコス僕たち以上に子供受けがとてもよくてはい日曜朝のあれですベイブ君も大好きでえ もともと子供向けあ <laughs> そそうでしたはあ今日は日差しがとっても強いですねヘカテいさんから日傘を借りてきました1本だけですが窮屈だったらごめんなさい。 っびっくりしたえコスのここが破けてるああ本当ださっき滑ったときかなじゃちょっとつくろってきますね寂しくないといえば 嘘になっちゃいますけど楽しかった記憶はこうして写真に残ってますまた次も一緒にこすしましょうね約束ですよ 夏の砂浜を守る二人の姿がとてもとてもエモくってそ攻こでぬまっちゃいましたああ、もう最高。そうあの作品、あなたはもう見ましたかやっぱり原作通り 相方コスにしてよかったです。大変なことがあっても支え合ってる二人なんです。同じようにあなたとやれたら嬉しいです。あ,ああ、昨晩は3人でとって。 とても楽しかったです。徹夜の前話鑑賞会はテンション上がっちゃいますね。そうだ、次はあの限定衣装のコスしましょうか。